皆さんこんにちは、靴修理ラジアンの杉浦です。どうもです。寒いですね。毎日今日最近は毎日ちょっと寒いですね。冬真っ盛りで忙しい毎日を過ごしているんですけれども、靴修理事例紹介していきたいと思います。今週末ですけどね、今週もね、いろんな個性的な、こんな風にしてほしいっていうオーダーいただいたカスタムしたブーツなんかあるので、そちらをこんな風に動画で撮って皆さんとシェアしていきたいと思いますので、楽しんで見ていただければと思います。それではまず1足目、レッドウィングのエンジニアブーツ、こんな感じにクレープソールカスタムをしたんですけれども、かかとがある、もともとエンジニアブーツかかとはありますよね、ではなくてこういう一体型のクレープソールを取り付けてしまうっていうカスタム、これね定番的に人気があるんですけども、今回はね、これまた以前も紹介したんですけど、こんな感じでサイドの部分にファスナーがついています。サイドの部分にファスナーがついているので、ここまでね、一番下のところまでガバッと開くので脱ぎ履き楽。こんなエンジニアブーツなんてね、筒物のブーツなんでバカッて履いてバカッて脱ぐだけじゃんなんて思う方いますよね、いますよね、なんですけどそうじゃない人もいるんですよ。結構ね、ここの甲の部分が当たっちゃって脱ぎ履きがめちゃくちゃ難しいって、玄関のところでね、10分20分は当たり前にねグー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 ってね確定している人もいると思うんですけど、ここの部分ガバッと開けば、だいぶ脱ぎ履きが楽になるんじゃないかなというところで、これも増えてます。普通のベックマンだったり875、6インチブーツもね、サイドファスナーのご依頼もあるんですけど、最近はこういうエンジニアブーツ、長いブーツにサイドファスナーつけてください。ドクターバッジなんかもそうですね、8ホールから始まり10ホール、この間、お問い合わせいただけたのだと16だったかな、だいぶ長いですよね、もう2杯ぐらいあるのかな。そんなブーツのサイドファスナー加工もやってますので、お問い合わせいただければなと思います。まず第1個目紹介するのはエンジニアブーツのクレープソールカスタムとサイドファスナーの、カスタムしました。次に紹介したいのがこちらになりますね。ペコスブーツ、ペコスブーツの黒のスウェードではないんですよね、実はね、黒のスウェードで、まあソールもそれなりにビブラムの269だったかな、ウエスタンブーツなんかにねよく使われる、真っ黒でゴキブリみたいになってちょっと見えないかも。こちら取り付けて積み上げを、3枚の積み上げがついて、かかとがちょっと高くなってて、実はリベルトもしてあるんでね、ダブルステッチになっているんですけども、今回ご紹介したいのはそこではなくてですね、このアッパーのスウェードのカラー、僕の記憶が確かならばですけど、まあ僕の知識なんてそんな大したもんじゃないんで違ってたらごめんなさいね、ペコスブーツで黒のスウェードのモデルってないんじゃないですか。まあレッドウィング自体ベージュ以外のスウェードのモデルって、あんまないですよね。限定モデルとかだったらあるかもしれないですけど、これ実はね染めてるんです。染めくるベージュの、もともとはベージュのもともとはベージュのスウェードのペコスブーツを汚れてきたから、バイクに乗ってる方なんかね、特にねこの部分、シフトペダルやなんかで真っ黒になったりね、あとね裾とかデニム履いてると色移りするじゃないですか、そういうのが気になった方、こんな感じにね染めることもできます。スムースレザーだけじゃなくてスウェードも染めることができるんですけど、注意点が一つあるんです。染みちゃう、中に染みちゃうんですよね。こんな感じでね見えるかな、ちょっと見にくいかもなんですけど、結構ね染みてる様子わかります。スムースレザーだったらねそこまで染みないんですけどね、スウェードの染めの時はね結構ライニング内側に染みちゃうんですよね。染みないようにやってくださいっていうのは多分無理なんで、まず中が色が染まっちゃうっていう方はまあしょうがないからそのままの色で履きなようなんですけれども、こんな感じにね中もある程度染まってしまっても構わないっていう方はこんな感じでスウェードも染めることができますので、
汚れて気になってるとか、気分一新でカラー変えたいなっていう方、ぜひぜひお問い合わせいただければなと思います。もともとがねベージュのような淡いカラーだったら基本的に結構いろんなカラーにできるかと思います。真っ赤とかね、グリーンとか、イエローあんまないですね。イエローとかね、真っ黒とかカラフルに染めることもできるんじゃないですかね。こちらもまあそれなりに工賃かかっちゃうんですけど、スウェードも染めることができますので、汚れなんかで気になっている方、ぜひぜひご検討ください。次に紹介するのはこちら。ちょっと明るさがあれですね、ダナーのこれなんてモデルでしょうね。ダナーのマウンテンライトじゃないの単靴みたいな、ちょっとモデル名ごめんなさい、それぐらい調べればいいんですけどね。このモデル、もともとの靴底はダナーシリーズはね、だいたいビブラム148、がついてますよね。あの一体型でここの踏まずのところがちょこっとぴょこっと上がったような、今回こんな感じで、ビブラムのね、480、違う、ビブラムなんていうすビブラムのど忘れしちゃった、何だったかな、700じゃなくて、430だ、430、ビブラムの430がついています。積み上げ1枚入れてね、これ結構いいんじゃないかなと思って、個人的にねこれ結構好きですね。このカスタムダナこれ結構似合いますね。レッドウィングなんかとまた違った雰囲気でちょっと新鮮で、これぜひ動画で紹介したいなと思って、今回これダナーもね、純正ソール以外ビブラムソール、ドクターソールなどでカスタムできますので、ビビビときた方はぜひお問い合わせいただければなと思います。最後ね、最後はこちら。もうこれはね、本当この動画では定番だし、もう人気ですよね。レッドウィングの9014ベックマンですね。ベックマンをこんな感じにカスタムさせていただきました。こんな感じにね、光の具合がねあんま良くないですねごめんなさいね。この裏はこんな感じになってます。今回カスタムしたのは、まあ、ベックマンのね、元々のオリジナルからレザーのミッドソール入れて、ビブラムの435っていうセパレート、ここがねレザーでロスしたタイプのものにヒールちょっと高くしてます。そしてねちょっとヒールカーブ仕上げにして少しだけスマートになってますね、っていう仕様。これね最近この仕様が多くて、シングルの厚いレザーミッドソールか、もしくは、ダブルレザーミッドソール、3ミリぐらいのダブルのレザーミッドソールにこの435とか705、またドクターソールとかのね、これセパレートタイプのアウトソールつけて、最後にちょっと積み上げをね枚数入れて、ヒールをストレートではなくてね、ストレートだと結構ねドカンと存在感があるかかと周りになっちゃうんですよね。まあそれはそれで好きな方もいるだろうし悪くはないんですけど、まあこんな感じでちょっと少しでもね、カーブをかけてあげるとちょっとスマートに、ここら辺の周りがねスマートに仕上がるんじゃないかなっていう感じで、結構ね動画の影響なのかブログで書いた影響なのか、今週はこんなような仕様ばっかりやってました。また一足終わるとね、じゃあ次の靴はどんなカスタムなんだろうって、取り掛かると、あれさっきやったのと一緒だねみたいな感じで、続いていました。詳しい方ならお気づきの通り、ここハトメも全部書いてます。もともとは黒かシルバーかどっちだろう、がついてたと思うんですけど、こんな感じにね全部アンティークゴールドっていうね、ちょっとくすんだようなゴールド
のカラーにハトメ全部交換しています。ハトメもね、一個一個はそんな大した単価じゃないんですけど、500円ぐらいかな、フック交換一箇所あたり500円ぐらいで大したもんじゃないけど、量があるとね結構なびっくりするような金額になるんですけど、こんな感じでオーダーいただいたご依頼主様こだわりの仕様になったカスタムとなります。それ以外にもね、実はね、ワークブーツしか修理来ないかって言ったらそうではなくて、ちゃんとねこういった何だろう、婦人物のレディースのブーツとかのね、修理来てます。あとその他に紳士のねドレスシューズの修理だったりね、これはねちなみにねシャフトカット、この編み上げのね長すぎるブーツだからこれあんまり履かないんだよねってことで、もう短くすれば履くんじゃないってことで短くできますなんて ご相談いただいてお預かりしてます。こういう修理もねやってますので、修理費用もねそれなりにかかっちゃう場合もあるんですけれども、結局ねなんか気に入らない点で履かないとね、それが一番もったいないですもんね、当店でよくお問い合わせいただくような話だと、ホワイトとかニックスとかブーツとかね高いお金かし出して買ったけどめちゃくちゃ重いんですよね、あいつらね、めちゃくちゃ重いんですよね、確かに手で持ってかなり重量ありますもんね。それをなんとかねソールの枚数ダブルとかになってるのを、シングルにして軽くできませんかとかね、そういうお問い合わせも今は多いですかね。それでは今回はこんな感じで、カスタムの紹介させていただきました。こんな風にしてほしいんだよね、あんな風にねできないかなっていうブーツ、靴、紳士靴、レディースの靴の、お悩み相談どひどしお待ちしております。下の方の概要欄にねお問い合わせ、さっきメールだったり電話だったり店舗の住所だったり豊橋名古屋にあります。こんな感じで LINE のお問い合わせ窓口も用意してますので、そちらからお問い合わせいただいても大丈夫です。店舗にご来店の際は予約不要でね、営業時間ならいつでも大丈夫ですから、修理方法だったり、価格だったり納期だったりご確認いただければなと思います。店舗ではね、こんな感じで普段僕らマスクしてますし、入り口のところにね消毒のアルコール用意してますので、コロナ対策、お客様自身もねコロナ対策などしっかりして、そもそも出かけるのがね最近怖いよねっていう方、宅配修理もやっておりますので、宅配だったらコロナ対策にもなりますからね、宅配修理もお待ちしております。それでは今回はこんな感じで修理カスタムの修理事例の紹介させていただきました。もしよかったら、動画にいいね、超いいねや、チャンネル登録してない方チャンネル登録お願いします。過去のね動画いろんな靴修理している、最近は動画アップできてないですけど修理事例の動画いっぱいありますので、それなんか見ていただいたら嬉しいな。それでは靴修理ラジオ杉浦でした。また見てくださいね。バイバイ。